V-22AV-8B それぞれの方式に適した領域縦軸が馬力ごとの浮上効率、横軸が回転翼面過重垂直離着陸機は全く滑走しないで垂直方向に離着陸する航空機。飛行船や気球などの蛍光空機や回転翼機を含む場合もあるが固定翼機に限定するのが一般的である。また、電動のものは リベタールと呼ばれる。固定翼機が垂直離着陸を行う場合、離着陸時にはエンジンの動力のみで機体を浮揚させるパワードリフトを行う必要がある。このため、水力重量比を1以上に引き上げられるよう、軽量な機体と強力なエンジンの組み合わせが求められる。また、離着陸時や船員飛行中は空力的に安定を保つことができないため、動力による 機体制御装置を備える。V トール機の形式は、パワードリフトの方式と繊維飛行での推進方式の組み合わせ等によって多様であり、飛行に成功した機体だけでも15から20種類に分類される。なお、垂直離着陸機の多くは、垂直離着陸だけでなく、短距離離着陸にも対応しており、このような機体は垂直、短距離離着陸機と称される。 1928年には、ニコラテスラが、フリーバーという、名前の空中輸送装置の特許を得たが、それが垂直離着陸の最初期にあたる。なお、これは、現代のティルトローターに近いものであった。第二次世界大戦後期、連合国軍からの爆撃に常にさらされることになった、ナチスドイツは、滑走路なしで運用できる迎撃機の開発を急いだ。ドイツの、 各航空機企業は、ハインケル・ベスペやハインケル・レルヒエ、フォッケ・ウルフ・トリープ・フリューゲルなどを提案したが、いずれも実用化されずに終戦を迎えている。これら航空機はいずれも機体を立てての垂直離着陸方式をとっており、戦後に連合国も近いシステムでの実用化を目指し、アメリカ合衆国は X X、X5、XFV-1 を製作し、フランスは、 C450 コレオプテールを開発した。しかし、x ファイ以外は垂直離着陸に成功せず、XFV は一応は飛行にも成功したものの、性能と実用性に問題があり、実用化には至っていない。これら、機体を立てて、垂直離着陸を実現しようという方式は、テールシッター方式と呼ばれる。一番の問題とされたのは、垂直着陸時に、 パイロットがミラーを利用してでしか地面を見ることができないため、垂直着陸が非常に困難なことであり、この方式での垂直離着陸機の実用化は無理であるという結論に至った。ショート SC-1953 年、イギリスのロールスロイスは、スラストメジャリングリグと呼ばれるものを開発した。空飛ぶベッドの骨組みと呼ばれた。 この白物は、まさにベッドの骨組みのような風貌であり、外見的にも航空機とは言い難い白物であったが、これに使用されたエンジンの思想は、ショート SC1 に使われたエンジンに引き継がれている。さらにこのシステムは、画期的な水力変更式のジェットエンジンである、ペガサスエンジンの開発へ繋がった。ペガサスエンジンは、水力変更可能なノズルを4カ所持ち、 単発でも安定を保って垂直離着陸を可能とした。イギリスはこのペガサスエンジンを装備するホーカー P1127 の開発を進め、1960年にはホバリング飛行に成功している。さらにその発展型であるホーカーシドレイ P1154 を計画したが、これは試作直前にキャンセルされた。しかし、 ホーカー P1127 の開発は続けられ、改良型であるケストレル、そして、それの実用型であり、世界初の実用垂直離着陸機であるハリアーを生み出した。ハリアーは、多くの国に採用され、開発国のイギリスを含め、正規空母が導入できない海軍において、軽空母を持って代替する際の搭載機として、用いられた。アメリカはイギリスが開発したハリアーに、 いち早く関心を示し、強襲揚陸艦の搭載機として、海兵隊が採用した。さらには、発展型のハリアー2を開発し、元の開発国であるイギリスに逆輸出されるに至っている。1960年代から1970年代にかけて、大型空母の代替として、正海艦構想が生まれ、搭載機として、 マッハ2級の超音速戦闘機 XFV-12 を開発したが、結局実用化にはいたらず、正解艦構想も実現しなかった。ただしその構想は、強襲揚陸艦を必要時に、空母の代替として運用するという形で活かされ、また、他国の海軍の軽空母に影響を与えた。初の実用ティルトローター機 V-22。NASA は1977年に、 XV-15 というティルトローター機を開発した。ニコラテスラのフリーバーから始まり、1950年代には XV-3 や XV-15 といった実験機で実験が続いていた。この方式は JVX 計画により本格的な実現に向けた開発が始まった。これには以前から同システムの実験機を開発していたベルなどが、 開発に携わっている。この計画は V-22 として結実し、同機体は現在配備が進められている。また民間機としては、この方式のノウハウを多く保有するベルが BA-609 を開発、初飛行に成功している。アメリカでは他に、シコルスキーが S-72 という機体を開発している。x w i n とも呼ばれる、この機体は、 ヘリコプターと固定翼機の合いのこといった機体であり、ヘリコプターとほぼ同様の形で垂直離着陸を行った。また、ボーイングが開発した X-50 もこれに近い形をとった航空機であるが、カナードローター、ウィングという形式をとっている。1960年代には、フランスがミラージュ3を元にして、ミラージュ3、V バルザック V という機体を開発した。 この機体は音速飛行が可能であり、水平飛行でマッハ1.3という速度を出すことができた。同機体は1966年3月に垂直離陸から水平飛行への移行に成功した。しかし水平飛行用と垂直上昇用に別のエンジンを用い、かつ垂直上昇用エンジンを8機搭載するという極めて実用性に乏しい機体であり、あくまで試験機であり、 実用化はされていない。世界初の4発垂直離着陸機、ティルトウィング式の XC-142。同じ頃、アメリカでは、XC-142 という機体も、開発されているが、試作された5機は全て事故を起こしている。1号機は、テールローター関係の事故で3人死亡などである。この機体の事故原因は、 致命的な欠陥ではなく十分に改良が可能だった。だが、ベトナム戦争が緊迫していたために、実用化には至らなかった。EWRVJ101。翼端についているエンジンが、特徴1960年代から1970年代初頭に、かけて、西ドイツは、ナス百四を元にして、実験機である v j を開発し、x X-2 という2機の試作機が作られた。翼端に搭載されたエンジンそのものを90度方向転換して垂直上昇し、かつコックピット直後のリフトエンジンを併用する方式である。この機体は音速飛行が可能であったが、コスト高と政治的な都合から実用化されなかった。西ドイツは同時期にバク191バイト系戦闘機、 ドルニエドゥ31位送機といった V トール機を開発しているが、いずれも量産には至ってはいない。東側諸国では、ソビート連邦が約マイナス38を実戦配備した。これは実験機である約マイナス36を実用化したものであり、ソ連のキエフ急航空母艦などの艦載機として設計生産された。この機体のエンジンは前述のペガサスエンジンと、 異なりノズルは2箇所しか持たず安定して垂直上昇するには別にリフトエンジンを2機が必要であった。また当初はストブル機能を有していなかった。この方式は水平飛行時にはデッドウェイトを生み出すという欠点があり、また V トール性能自体が安定性が悪く生産された200機中20機以上が V トール時の事故で失われたとされる。またソ連は 後継として約、約14 -141 を開発した。約 -38 同様のリフトエンジン、併用式だが、メインエンジンは一段と優れた、水力変更ノズルを備え、超音速戦闘機として、一流の能力を持っていたが、ソビエト連邦の崩壊によって予算がなくなったこと、試作機が事故で喪失したことなどを理由として、生産されずに終わった。ソ連崩壊後のロシアでは、 新型空母向けに v エトール機を開発しているとされているが、詳細は不明である。解マイナス 35B の垂直離着陸システム解説図アメリカが開発中の解マイナス 35B は、同一機体の派生型に垂直離着陸機能を付与するというものだが、一部燃料体育部分を排して垂直離着陸のための装備を付加するという方式で、 航続距離以外は他の方にさほど劣らぬ能力を持つ予定である。メインエンジンに水力変更ノズルを持つ点では従来の他の多くの垂直離着陸機と同じだが、リフトエンジン併用ではなく、メインエンジンから伸びたシャフトで駆動されるリフトファンを用いる方式である。ジェットエンジンは静止時の効率は低いものであるため、垂直上昇にファンを用いればより効率は高くなる。 個人向けの V トール機としては、ポールモーラーがスカイカーというものを開発している。スカイヒャルは現状を浮かぶことはできているが、水平飛行への移行試験が完了していない上、友人での飛行も行っていない。他には、地球外での使用を想定したものの中にも、V トール機が存在する。LLRV というもので、滑走路や平面が存在しない地形での V トールによる運用を想定している。 回転翼機以外の垂直離着陸機は国際民間航空機関ではパワードリフトと類別している。メインエンジンのノズルの噴射やプロペラの主軸の方向を変え、水力を離着陸時には下方に、水平飛行時には後方に変更するもの。飛行特性を固定翼機から回転翼機へ転換できることから転換式航空機と呼ばれていた。ティルトローター垂直離着陸機において エンジンの方向を転換する方式のもの、水力転換式とも呼ばれる。垂直離着陸時には、髪型を向いたプロペラは、ヘリコプターのローターのように用いられる。そのため、通常のプロペラ機よりかなり直径が大きなプロペラを用いる。ティルトウィング垂直離着陸機において、エンジンのみならず、主翼も同時に、方向転換するもの、交流弁方式とも呼ばれる。 水平飛行用のエンジンとは別に、垂直離着陸専用のエンジンを持つもの。複合推進式とも呼ばれる。フランスが開発したバルザック部位に代表されるように、この方式では水平飛行用と垂直離着陸用に、それぞれ専門のエンジンを用いるが、後日の欠点も大きく、完全な実用性を持つものは、前説で述べた、水力変更式のエンジンとリフトエンジンを併用する。 場合が多い。リフトエンジンは水平飛行時には水力源として用いないため、デッドウェイトとなって全体的な性能低下を招くが、エンジンとしては短時間駆動させるだけで用が足りるため、同じ水力の通常のジェットエンジンよりも小型軽量化が可能であり、ある程度はこの欠点は緩和される。しかし、ジェットエンジンは静止時の効率が悪いという欠点があり、 リフトエンジンにジェットエンジンを用いることには、その点で問題がある。また、リフトエンジンを集中して配置すると、機体全体の重量バランスとの兼ね合いが難しいが、分散配置すると、各エンジンの水力を完全に同調させなければ、ならない、という技術的困難があった。この方式の航空機の開発には、特に、ソビエトが熱心で、ヤコブレフ設計局が、 ほぼ専任的に担当していた。ソビエトが実戦配備した唯一の垂直離着陸戦闘機である約マイナス38、実用化には成功したが量産されずに終わった約マイナス41はいずれも水力変更式エンジン併用のリフトエンジン方式である。なお、2018年現在ほぼ唯一の実用機である解、回マイナス 35B は離着陸用に、 別個のエンジンを持つのではなく、メインエンジンから伸びたシャフトで駆動される、大水力のリフトファンを用いることで、小型、軽量化を図っている。コレオプターは、垂直離着陸機の位置形式で胴体のビブに、ダクテッドファンを備える。全体的に見てビブに、樽のような外観のファンを備え、小型の操縦席が先端部にある。大半のダクテッドファンの設計と同様にコレオプターは、 離着陸時にリブから設置する。代表的な機種は1950年代にフランスのスネクマが開発した C450 やアメリカのヒラー VXT-8 である。最初のコレオプターの概念は第二次世界大戦中にドイツで考案された。大戦末期の1944年、飛行場が破壊されて使用不能になってもどこからでも 離着陸の可能な V トール迎撃機の開発が検討された。ハインケル社では、ウェスプとラーチを提案した。ウェスプは、ベンツの 2000HP ターボプロップエンジンを使用するアンだったが実現せず、ラーチは2機の DB605 をピストンエンジン動力とした。両方とも実現しなかった。第二次世界大戦後、大半の V トールの研究はヘリコプターを中心として行われたが、 その一方で単純な回転翼の限界が明らかになり、ジェットエンジンの噴射を直接利用する方法等、他の方法の開発へ、開発方針が転換された。スネクマは1950年代にアダーボラントシリーズの一環として開発を進めた。最終的に環状翼を持つ C450 が開発され1959年5月6日に、 初飛行したが7月25日に不安定な特性により大破して開発は打ち切られた。アメリカでも同様にヒラーヘリコプター社がチャールズ・チンマーマンによって独自に設計された複数のダクテッドファン式の V トールの開発を進めていた。いくつかの初期の成功の後陸軍は大きさと重量を増やすように要求を転換したことにより 新しい安定性の問題が生じた。これらは全体的に大きさと出力が必要だったが満足の行く結果は得られなかった。その一方でヒラー社は海軍にコレオプターの設計の概念を提案した。この結果ヒラー VXT-8 が提案されたがこれはスネクマの設計に似ていたがジェットエンジンではなくプロペラを使用していた。しかしながら 導入されたタービン式の UH-1 のようなヘリコプターと比較して、ピストンエンジン式の VXT-8 は、著しく性能が劣っていたため、海軍は興味を失った。モックアップのみが完成した。X5-1 テールシッターは垂直離着陸機の1形態で、マクドネルダグラス DCX デルタクリーッパーのように、リブを下にして離着陸する。 この種の航空機として最も有名なのがライアン X-13 である。プロペラ式ではロッキード XFV-1 とコンベア X5-1 がある。関西機としてカイ -16 のテールシッターが調査され風洞実験用模型が作られた。それは機種が折れ曲がる構造だった。ナチスドイツ空軍でも同様にテールシッター計画として フォッケウルフトリープフリューゲル戦闘機があった。この計画は、翼端の小型ジェットエンジンを噴射することにより、主翼を回転させる構造で、いわば主翼そのものが、プロペラになっていた。完成はしなかったが、構造上、通常の着陸は、不可能で困難が伴ったと考えられる。また、フランスでは、C450 コレオプテールというジェットエンジンの実験機も製造されている。 テールシッターの飛行において、離陸時に垂直から水平、着陸時に水平から垂直への繊維飛行では操縦が困難であった。また着陸時に操縦者が地面を直接見ることが困難であり、操縦が極めて難しかった。また着陸時に地面に対して完全な垂直姿勢を保つことが要求され、手動操縦でも自動制御でも困難であった。 付け加えて艦載機として用いる場合は、揺れる艦上において完全な垂直姿勢を保つことが要求され、全くもって不可能と言わざるを得なかった。着陸時の視界の問題は、機体姿勢に関かかわらず、操縦席を傾けて水平を保つことで、ある程度の解決が見られたが、他の問題は解決困難であり、実用化しなかった。 テールシッターは最下部に必ずキャスター状の車輪が取り付けられているが、これは着陸時に横風が少しでもあると風に流れて横糸をしながら着陸することを余儀なくされるため、車輪がないと地面に引っかかって重心の高い機体が簡単に倒れてしまうからである。垂直離着陸あるいはホバリング時は、プロペラ機の場合プロペラ交流が動力に当たることによって、 空中停止状態でも操縦が可能である。ジェット機の場合は、水力変更で操縦する。また、プロペラ機の場合は、回転翼の反動を打ち消すために、同軸反転プロペラが採用されている。近年は、単弾式宇宙輸送機や、惑星探査機、UAV などでも試みられている。主なテールシッター1970年代初頭の、 アメリカ海兵隊のスタンプ計画で開発が行われていたもので、兵士1名が登場して、低空を飛行する超高型の航空機。固定翼機ともヘリコプターとも異なる得意な形態をしており、厳密には垂直離着陸機とは異なる航空機である。何種類かの試作機が作成されたが量産されたものはなく、開発計画は終了しており、 一部の試作機が博物館に展示されている。ジェットエンジンやロケットエンジンを用いたものは駆動時間が極めて短く実用のものとはならなかった。ローターを用いた形式も人間一人を乗せて飛行するのが精一杯の代物であり、それ以外の目的に使える余力がなかった。十分な能力を具備させるために機体規模を拡大してしまうと、 単にヘリコプターの形を奇抜なものに変えたに過ぎない、機体となってしまうのが明らかであった。日本では、産業技術短期大学講師の久保田健治が、過去の VZ-1 シリーズを参考に、災害時の情報収集、人命救助用の個人用垂直離着陸機を研究、開発している。直径約2メートル、高さ約2.5メートル、重さ180キログラム、 円盤の元に取り付けた 700cc のエンジン2機で全長1.5メートルの二重反転プロペラを駆動。姿勢制御は人間のバランス感覚のみに頼らず、ジャイロ装置とコンピューター制御で機体の安定性を確保。設計上、垂直に離陸後、高さ3から5メートルまで上昇し、最高時速30キロメートルで移動できる。2メートル四方のスペースがあれば、 離着陸可能で土砂崩れなどで車両やヘリコプターが入れない場所にも行けるという遠隔操作による無人での移動も将来的に考えられている。ありがとうございます。